地獄のショアラインナイフラン解説します。今回湧いたのは左下チェックマークついてるところですね。スキルはこんな感じ、あんまやってないんでね、エンデュランス低いです。とりあえずスタミナのお注射を刺します。これ刺すとね、だいぶ楽になります。今6万ぐらいで売ってるんで、余裕ある人は刺しましょう。ない人は別にいらないです。こっからやとだいたい2分ぐらいで突くことができますね。マップはね、うろ覚えなんでいつも適当に走ってます。だいたいこっちだろうなって。コンパスあるからね、今は北の方へ向かえばいいんで楽やけどね、覚えるまでは結構大変やった。この辺にね、スカブ湧くんで撃たれないように気をつけましょう。この先の岩場にもね、湧いてる時があるんで、まあ、そうそうスカブに出会うことないですね。今回は、西側の端からエントリーしたいと思います。この辺でね、ちょっとだけスタミナ貯めた方がいいです。ジャンプ2回しないといけないんで、ここでジャンプで、ここでもジャンプですね。ここまで2分ちょいぐらい。ここのドア閉めます。僕はね、まず地下から行きます。なんで地下からかっていうと、まあ、2階が激アツポイントなんで結構鉢合わせることがあるんですよね。だからあんまり人が来ないであろう地下から行きます。1箇所はね、確認したいんで、この地下のプールを抜けた先にジムがあるんですけど、まあここもジムなんやけど、ジムのロッカー内にね、湧いてることがあります。この2段目ぐらいやったかな、レッドカード機湧いてるらしいです。次は2階に行きます。ここでもね、ちょっと溜めた方がいいです、サミナ。ここで溜めて、ここ2階ね。で、ここ、撃たれる時あるからダッシュ。でこの先に金網もあるから、ここのスタミナも溜めておいた方がいいね。ジャンプ。で、218の鍵。ウエスト218の鍵ですね。ここの、ノーパスのとこめっちゃ示してるけど、左の青いタンクのとこです。ちょうど俺の知り合いが出したんで、動画もらってきました。33ですね。で、あと西側にはもう1枚3枚目があるんやけど、ちょっとこれ取った時忘れてて飛ばしてるんで別撮りしてます。ここの205ですね。205っていうか正確には203なんやけど、どっちかの鍵があります。俺はこのキャットから身を隠せる205のが好き。この203のベッドの下の新聞紙のところにあります。でここの1階にブルーカードキー2箇所湧くとこあるんで、後で説明します。で、これ中央ですね。中央棟ですね。なんて言うんだろうな。この階段下のお盆のところらへんにね、LEDX が湧いたりするんで、ちらっとチェックしましょう。で、東側のとこですね、中央の。この奥。一番奥のテーブルの上にレッドカードキー湧くらしいです。あと、ここはね、グラボとかテトリス湧くんで、ちらっとチェックしてから行きましょう。このね、隣の部屋とか、この辺にもね、グラボ湧いてるの見たことあるんで、チラッとね、見ていきましょう。ここはどうやったかな？忘れたけど、まあ、ここからね、下降りれるんで、ショートカットできるんで、通りましょう。で正面側の救急車が見えるんで、あそこの助手席のところに、ブルーカードキー湧くらしいんで、まあ、ここからも見れるんでね、渡り廊から、2階の渡り廊からからもチェックできるんで、一応、チラッと見ていきましょう。で、次は、イースト。東側の2階ね。2階の、何だったかな ?218 かな、ここも。鍵かかってないんで。で、このノーパスの血塗られたところに落ちてます。レッドカードキーの場所は非常かな。この隣の222に鍵がいるんやけど、LEDX とかいろいろ高価なアイテム落ちてるんで、鍵持ってきてるといいでしょうね。で、あと、おまけのブルーカードキー。反対側のウエストに戻ります。今回はね、レッドカードキーだったんで走りましたけど、こっちもね、見てから行ってもいいと思う。ここは112かな、鍵がいります。ここの、まあ、テレビのところにね、置いてあります。青がね、あるなら。で、もう一個がちょっと遠い104。ここじゃないね、ここじゃないねってちょっと前回って一番奥だね。104も鍵がいります。で、ここは机の上かな、机の上にブルーカードキーがあるらしい。以上ですね、ブルーカードキーの場所は3箇所で、あとはおまけなんやけど、107テープキー222あたりを俺は持っていくね。他にもね、いい鍵あるんで、気になる人は調べてください。それでは地獄で会いましょう。